新しい時代の皇室と国民の関係。東京の街を見渡せば、どこからともなく皇室への敬意が感じられる。路地裏の古びた町屋にかけられた渋い絵馬、おむすびを求めてスーツ姿の人々が行列をなす老舗の弁当屋、祭礼の屋台に皇室の家紋が描かれている。日本人の心の内に皇室への畏敬の念は確かに根付いている。しかし一方で、国民から皇室の生活は見えにくい。報道されるのは主だった行事の模様程度で、その実態は陰に隠れている。皇族は国民の血税で贅沢な生活を送っているのでは？皇籍離脱した人たちの生活はどうなっているのか？秋篠宮様の長男が皇位継承権を有さない理由は？常にそんな疑問の声が上がり続けている。敬愛と不信、日本人の皇室に対する気持ちは複雑に入り混じっている。今この瞬間も国中に皇室をめぐる様々な思いが渦巻いているのである。皇室の内情に詳しい関係者の発言から、国民が想像もしない裏側の様子が明らかになる。皇族と呼ばれる私たちの生活は決して贅沢なものではありません。毎日の公務や行事への対応で過密スケジュールを強いられ、プライバシーすら持てない環境にあります。宮内庁の職員はそう打ち明ける。さらに皇族の一人は続ける。ご祈祷や儀式のたびに重々しい空気が漂います。公の場では微動だにできず、言動には細心の注意を払わねばなりません。一人の人間として自由に生きることが許されていないのです。一方で、皇籍離脱者からはこんな声も上がる。宮家に生まれたことで一生にわたり疎外感や束縛を強いられてきました。しかし皇族を離れて初めて、これが普通の生活なのだと実感しています。これらの発言から、皇室の裏側には一般の人々が想像していない厳しい現実が存在することがわかる。皇室の伝統と儀式の意味を国民から様々な声が上がる。天皇陛下の存在が日本人のアイデンティティの拠り所になっている。儀式や行事を見ると日本人としての誇りを感じる。しかし儀式が形骸化していないか心配だ。伝統文化の継承は大切だが、お金と手間がかかりすぎているのでは？一方で、皇室関係者は異なる見方を示す。儀式には日本の歴史や文化が凝縮されています。代々守り継がれてきた祈りの気持ちが込められているのです。形式にもこだわりがあり、そこに深い意味が込められています。一つ一つが大切な国の宝物なのです。皇室の慣習には長い歴史があり、昔から変わらぬ意義と重みがある。しかし現代社会の中で、その価値を理解する国民は少なくなっている。皇室と国民の間に認識のギャップが生じていることがわかる。このような溝を埋めようと、皇室と国民の対話が試みられる。皇室のこれまでの伝統にどのような意味があるのでしょうか？国民から率直な質問が投げかけられた。すると皇族の一人がこう答える。歴史の中で重ねられてきた祭儀や作法には先人たちの祈りと気持ちが宿っています。それを大切に守り継いでいくことで、日本人としてのアイデンティティを確かなものにできると信じています。しかしその言葉に別の国民からは異論が呈された。時代に合わなくなった風習は見直す必要があるのでは？国民の血税を使う以上、合理性が求められるべきです。皇室側も譲らない。言い古された行事でも、その中に日本人の心の拠り所がある。そうした非物質的な価値を無視するわけにはいきません。議論は平行線をたどり、お互いの立場の違いが分かれ隔たりを生んでいく。皇室と国民の間に横たわる溝は容易には埋まりそうにない。皇室をめぐる議論が世間に広がり、国民の間で対立が生じていく。皇室は特権階級であり、税金の無駄遣いだ。伝統文化を守る上で皇室は必要不可欠。むしろ予算を増やすべきだ。SNS では
極端な意見が渦を巻き、ネット上が2つのグループに分かれた。徐々に議論は共感性を失い、感情的な対立へと発展していった。皇室批判は危険思想だ、国を守る最後の砦なのに、そんなの時代遅れの考え。21世紀の今、税金の無駄遣いは許されない。議論は攻撃的な言葉を交わすようになり、お互いの非難や抽象へとエスカレートする。中には皇室を擁護する過激な団体まで現れ、街頭でデモ行進するなどの事態にまで発展した。このようにかつて国民の間に存在した皇室への敬意は確執へと変わりつつあった。世論が二極化する中、皇室の存在意義をめぐる対立は日本社会に大きな亀裂を生み出しかねない深刻な事態となっていた。そんな中、皇室の在り方に関する重大な決定が示され、国民の反応は二分する。政府は突如皇室の現代化を打ち出した。その内容とは、皇位継承資格の男系男子限定撤廃、旧皇族への待遇の見直し、皇室の公務内容の大幅削減など、皇室の慣習を大きく変革しようとするものだった。時代に合った改革です。歓迎すべき決定です。伝統を壊し、国粋を簡単に捨てるのは間違っている。この判断を前に、国民の反応は、二つに割れた。改革賛成派と伝統擁護派がお互いの主張を掲げ、議論は一層過熱化していった。改革賛成派は、世界に遅れを取った制度を是正し、合理化を進める必要があると訴え、時代に合わせた変化を求めた。一方の伝統擁護派は、日本の文化的アイデンティティの根源がこの改革で失われてしまうと危惧の声を上げ、固く反対した。このように一つの決定をきっかけに、日本中が改革賛成派と伝統擁護派で二分された。国論は完全に割れ、皇室の行く末をめぐる大きな溝は国民の間に大きく横たわることになった。しかし、その対立状況を打開するきっかけが訪れる。それはある皇族による思いがけない発言からだった。この度の決定は私にとって非常に重い覚悟を要するものでした。伝統の一部を変える決断は簡単なことではありません。しかし同時に、皇室を取り巻く環境の変化に合わせ、時代に合った形に進化させていく必要があると私は考えています。そう語ったのは、金城天皇の親族の一人だった。さらにその皇族は続ける。しかし大切なのは、形を変えてもこの国の歴史に根ざした皇室本来の心は決して失われないということです。これまでと変わらぬ日本人としての誇りとアイデンティティの拠り所であり続けられるはずです。この言葉が火種となって国民の間に広がっていった。伝統を大切にしつつ、時代に合わせた進化を遂げる、その二つの価値観を両立する試みに人々は共感を覚えたのだ。徐々に改革への理解が広がり、対立の溝は埋まっていく。そして皇室を起点とする日本文化への愛着と誇りが国民一人一人の心に芽生えた。新しい時代の皇室と国民の関係がここに生まれようとしていた。この話題に対して皆さんはどのような意見をお持ちですか？皇室の未来についてぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。活発な議論が期待されます。もし今回の動画が気に入ったら、ぜひグッドボタンを押してください。またこのチャンネルの登録も忘れずにお願いします。次回も興味深いテーマでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。